エミリー・ジョーダン・オスメントは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス出身の女優、歌手である。身長159センチメートル。1992年3月10日、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルスに生まれた。家族、父、母、兄の4人家族。父と兄が俳優という一家で育つ。兄は、シックスセンスや AI で有名なハーレー。 ジョエル・オスメント、5歳で CM に初出演し、シークレットライフ・オブ・ガールズで映画に初出演した。映画、スパイ・キッズに失われた夢の島、スパイ・キッズさん、D、ゲームオーバーでは、ガーティー・ギグルス役で、長編アニメーション映画、リロスティッチニや、ノートルダムのカネニなどでは、兄と共に声優として参加している。ドラマ、 シークレットアイドルハンナ・モンタナで主人公の親友役を演じる。2009年にシークレットアイドルハンナ・モンタナ・ザ・ムービーが公開された。2010年10月デビューフルレンスアルバムファイト・オア・フライトを発売。エレクトロダンス・ポップアルバム。2011年1月自身が主人公を務めるテレビ映画サイバー・ブリーのために書き下ろされた楽曲ドリフトをリリース。 2014年、アッシュレイ・ティスデールがエグゼクティブプロデューサーを務めるコメディドラマ、ギャングハングリーで主人公を演じる。2018年、新音楽プロジェクトブルーバードとして音楽活動を再開。2019年3月8日、8年ぶりのシングル、ブラック・コーヒー・モーニングをリリース。歌手としても活躍しており、ジャンルはエレクトロ、ポップ、オルタナティブロック。 エミリー・オースメント名義ブルーバード名義エミリー・オースメント名義ブルーバード名義君がいないとではハンナ・モンタナに出演しているオリバー役のミッチェル・ムスソとのコラボで話題になる。また自身の主演映画ダッドナップパパ誘拐計画ではヒーロイン目を歌い主題歌を担当している。2009年10月17歳でオールザ・ライト・ロング・スリーピーを全米発売。 マット・スクワイアラをプロデューサーに、ポップロックからバラードまで、全曲の作詞作曲をエミリー自身が手掛けた。デビューアルバム、ファイト・オア・フライトは15の全米発売後、iTunes ・ポップアルバムスチャートで18位を記録。イギリス、ドイツ、スイス、オーストリア、ベルギー、スペイン、ポルトガル、イタリア、オーストラリア、メキシコ、ポーランド等でも発売されている。 ブラジルでは、レッツビーフレンズが、エアプレイチャートの10位に初登場した。自分自身で曲をかけるかどうか不安になり、2011年のシングル、ドリフトから正式なシングルをリリースしていなかったが、2018年、セカンドアルバムに向けて、新曲を作成していることを、自身のインスタグラムにて発表。ありがとうございます。